いらっしゃい、いらっしゃい。ロシア寿司、うまいよ、安いよ。人生ってなんだ。人は何のために生きている。そう問いかけられて、俺はそいつを死ぬ寸前まで殴ってやったわけよ。そうだね。ポエマーな中学生ならともかく、二十歳過ぎたヤクザが言うのは犯罪だろ。そうだね。ていうかサイモンさんよ、俺の話よく分かってねえだろ。そうだね。